タモン二郎タモン二郎9月10日から1934年2月15日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。静岡県出身。医師、タモン忍の次男として生まれる。高等小学校、陸軍幼年学校を経て、1899年11月、陸軍主管学校を卒業し、翌年6月、 不評少尉に任官し不評第四連隊付となる。仙台陸軍地方幼年学校生徒官などを経て、不評第四連隊小隊長として、日露戦争に出征した。不評第四連隊副官不評第三旅団副官などを歴任し、1909年12月、陸軍大学校を卒業した。陸士教官、第六師団参謀、不評第六十二連隊大隊長。 陸大教官、欧州出長、不評、第27連隊付などを歴任。二港事件の際、多門支隊長として、救援に向かった。佐賀連州派遣軍参謀、不評、第2連隊長、第4師団参謀長を経て、1924年2月、陸軍少将となる。不評第6旅団長、陸大付参謀本部第4部長、陸大幹事などを歴任し、 1929年8月、陸軍中将となり、陸大校長に就任。以後、第二手段長に親保され、満州に駐屯、満州事変が勃発し、諸作戦に従軍した。1933年1月、内地に帰還し、仙台市民から熱狂的な歓迎を受ける。そのため市内の大通りの一つは、多門通りと解明された。同年8月、 対名となり、予備役に編入された。ありがとうございます。